ベルゼバブは、田村隆平による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプ2008年37.38号の第4回近未来杯を受賞し、2009年13号から2014年13号まで連載された。話数単位は、バブ。少年ジャンプネクスト2014ボリューム2から2015ボリューム1まで、ベルゼバブ番外編を連載した。 2008年4月のある日、天下の不良高校といわれる石山高校の中でも、凶悪無比な強さから暴れ王賀と恐れられる男子高校生、王が辰美は喧嘩の最中に川に流れてきたおっさんをあり、中から出てきた赤ん坊を拾う。その赤ん坊は、普通の子ではなく、人類を滅ぼすために魔界から送り込まれた大魔王の息子、カイゼルでエンペラーナ・ウェルゼワブ四世だった。 ベルボウにすっかり気に入られてしまったオガは、ベルボウの自助悪魔、ヒルダの監督のもと、不本意ながらも魔王の親となり、子育てをすることになる。はじめは、ベルボウを誰かに押し付けようとするオガだったが、次第に、ベルボウの親としての自覚と絆を強めていく。2008年37.38合併号に掲載。近未来杯ナンバーワン。 主要人物の設定は連載版に準ずる。単行本題一巻では、コラボ企画として、作者がかつてアシスタントをしていた、岩城俊明の連載作品、試練、サイレンマイナスのキャラクターであるアマミアのコスプレ姿を、知っているヒルダの絵描き下ろしイラストが掲載された。同じく週刊少年ジャンプ連載の犬丸だし、バベルボーと同様、 下半身を露出した男児の犬丸くんが主人公であり、同作第30話、露出を着こなす犬丸くん1ページに、週刊少年ジャンプを読む犬丸くんが、ベルボーのイラストを見て、玉子先生と共に驚愕するシーンがある。また同作コミックス3巻の最初に収録された、犬丸だし、が丸変わり、人物相関図にベルボーが登場しており、ライバル意識として犬丸くん、担当編集として、 ビューティー中野につないでいる。集英社のボイスコミック、バミックとして2009年8月にジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、同年9月から2010年7月までバミック公式サイトで配信された。各3分、全4話。2010年10月からはジャンプスーパーアニメツアー2010にて上映されたアニメ版の声優により、 新たに収録されたものが配信中。2011年1月9日より2012年3月25日まで、読売テレビ、日本テレビ系列で毎週日曜7時より放送。全60話。読売テレビ、日本テレビ系列にて、少年ジャンプ原作のアニメが放送されるのは、北条司原作のシティハンター91が終了して、以来19年3ヶ月ぶり。なお、 全国ネットではない作品も含めれば、関東では UHF アニメ形式で放送された、ぬらりひょんの孫の方が先である。原作とテレビでは各登場人物の設定変更を含め、原作では初対面の人物同士がすでに知り合いとして、登場などの違いが存在する。原作におけるシリアスな展開や、お色気描写はほぼ全面的にカットされ、コミカルで軽快な内容となっている。 ストーリー全体としては、第50話までは概ね原作を意識したものとなって、いたが、第51話第57話及び、第60話は、アニメオリジナル回である。テレビ放送終了からしばらくして、原作も終了している。同年3月11日に発生した、東日本大震災に伴い、3月13日は、NNN 報道特別番組のために放送を休止。 翌週3月20日は放送を自粛して夢色パティシエールの第2話を再放送し3月27日に本作の放送を再開している3月13日20日に放送予定だった回は話数を入れ替える形で後日放送された放送開始の第10話の冒頭ではキャラクターのメッセージがありオープニングやエンディングは震災に関する映像が一部変更され 本編でも震災に関するシーンは映されなかった。また、DVD シリーズの発売開始時期が、同年4月20日から6月29日へ変更された。その他、東日本大震災によるもの以外にも、2011年8月21日は、24時間テレビ、のため、2012年1月1日は、 意外とためになる TV 新春 ZIP& ズムサタ SP2012 のため放送休止となった。番組開始当初の提供アナウンスは読売テレビ、日本テレビ系全国ネットのアニメ番組枠では珍しくキャラクターによるものではなく読売テレビアナウンサーが提供読みを行っていたが第5話よりキャラクターが提供読みを行うようになった。また、 1> 第1話の本放送時に ED の途中で提供クレジットが表示される放送事故が起こった。掲載誌の週刊少年ジャンプと同じ版元の少女漫画雑誌、リボン2011年5月号以降、本作の紹介記事が掲載されている。ただし、いずれも目次には掲載されない自社広告の扱いである。2011年10月9日より札幌テレビ、 福島中央テレビの2曲では当番組の直後にハンター×ハンターの放送が始まったため少年ジャンプ原作のアニメ作品が2本続けて放送されることになったこの状態は本番組が終了するまで続いた前話通じてオープニングテーマは男性エンディングテーマは女性が担当いずれも当時ソニーミュージック系レーベルの所属アーティストであり5番組 宇宙兄弟や後継の番組枠となる土曜17時30分枠のアニメ作品でもこの流れは継承されている。アニメ公式サイトでの話数単位は第9話までは東日本大震災の発生による休止後に再開した第10話からは原作と同じバブに変更された。そのため、ここでは一律話数単位をバブと表記する。また、 アニメ版オリジナルストーリーのサブタイトルは、太字で表記するものとする。アニメ化が決まった時の、週刊少年ジャンプの記事では、最初ベルボーはおむつをしていたが、最終的にベルボーの男性器表現が解禁されて、当アニメの開始になった。原作では、表記されていた男性器の故障が削られている。始まるのは、さよならおよび、へい、の OP アニメーションは、 ベルボーの男性器が見えないよう巧みに隠している。週刊少年ジャンプ原作作品のアニメとしては珍しく序盤からアニメオリジナルの場面を多く挿入しており、放送初期の頃はアランドロンが第一話から登場したりと原作の場面を部分的に入れ替える演出もあった。それ以降も原作の場面をカットし、代わりにアニメオリジナルの場面を挿入するといった回が多く見られる。 その他、読み切り版や単行本のおまけページの内容なども積極的に組み込んでいる。サブタイトルや本編、次回予告など至るところに似た作品のネタやパロディが盛り込まれている。アランドローンや二年連合の登場する場面が原作以上に多く、夏目に腹黒キャラという設定が新たに加わる。朝7時の放送ということもあり。 全体的に出血する場面が抑えられていたり、作中においては、ベルボーのおもらしに対する応急処置として、魔界のおむつ型アイテム、飛ばすにおもけたり、千秋の所有武器が、エアガンから、水鉄砲や変更される、殺すなどといった暴力的なセリフを修正するなど、小さい子供への配慮がなされている。また、第42話の C パートでは、小賀と葵が、自転車の二人乗りをした際に、 警察官に注意されるシーンが描かれ、最後にアランドローンから自転車の二人乗りは絶対にやめましょうとの呼びかけがあった。第10話ではアバンでオガとベルボーにより東日本大震災の被災者に向けたものと思われるコメントが放送された。また OP 冒頭では火山が噴火するシーンは差し替えられ、1分15秒前後ではオガによって倒された人々が削除されている。 ED でも30秒前後の丘によって倒された人々及び45秒から50秒までのアランドロンが川を流れてくる部分が削除されている。また、同話以降のアバンではアランドロンが川を流れてくる部分がなくなり、本編では東日本大震災を連想できる表現には修正を入れる措置を行った。DVD 化の際は本来のオリジナル版の映像が使用されている。 前日の通り、本来の第10話と第11話は後日改めて放送されたが、DVD 化の際にも収録順は変更されなかった。そのため、登場の初登場エピソードが変更となるなど、物語の展開にやや矛盾が生じた。第59話の終盤と第60話は、物語をある程度まとめるためにアニメオリジナルの展開となった。 本編の DVD は小畜から発売。第1巻が2011年6月29日に発売され、以降1ヶ月に1巻ずつリリースされている。映像特典として、第1巻から第6巻には、オリジナルショートアニメ、走れ、ベルボーケージ、第7巻から第13巻には、先駆け、ベルット新選組、第14巻から第16巻には、解決。 ベルボー探偵名推理が収録されている。以下の出展は、集英社ブックナビ内のページ。書士情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。